病室に見舞いに行った時にかけられた最後のこの帰る間際のありがとうっていう言葉が非常に今まで知っていた父の声、言葉と違う響きを持って私の体に突き刺さった、まあ、そういう思いがまずスタート地点になって、これは一体何だろうというふうには、それをこう対話を通してどういう新たな関係にそれぞれが変身していけるかということを去年の3月から対話し続けました。ある参加者が8月の集中稽古を境にパタッと来れなくなった参加者がいました。こういうワークを対話をしていく中でちょっと来れなくなったという告白を聞いた時にですね、なんかこう彼はでもここに来たいんだけど来れないっていう思いを聞いて、あなたという人はこの文を読んだ時あなたをどうしていきたいだろうか。いつかたどり着くかもわからないあなたの完成を私は知れないが、あなたはあなたでいけばいい。こう太ってみるといろんな、なんか太ったキャラみたいなのが生まれる。そう、自分の気持ちのスピードが追いつかないぐらい周りの反応が太った人を扱う反応にどんどんなってくるんですよ。ある晩、子供と布団に入った。明日は怒らないで済みますように。ババア！思わず言葉を失う。国旗国歌！フェルバン・デルト・エア・ラク・アウフ・ジーネム・パンテラムティクハルテンリュッケンフントザー。変身。お医者さんになりたい。足が長くなりたい。シルバーヘアの似合う人になりたい。歩くパワースポットになりたい。私は本業はダンサーなんですけど、1年ぐらい前までヘルパーのアルバイトをしてました。で、私が担当していたのは脳性麻痺の当事者の人だったので、着替えとか生活の周りの介助をしてました。なんかいつも通ってる道がちょっと初めて通るような感じがするかなとか、なんか違う星に来たような感じっていうかな。今の感じはこういう感じで、こんなんです。服を作るのが好きだったんですけど、その裁縫部屋があって、その裁縫部屋でブルーライト横浜を鼻歌で歌ってる後ろ姿がすごく記憶に残ってます。
ダンスしたものが一つになっていて、痛くなることもあるってネットに書いてあって、君の心、君の像、あなたが立っているその中心には一体何がある？あなたに聞きたいのは、あなたをそこに立たせるのが一体何なのかということで、もしそれが自分で自覚できたのなら、それを大切にしてほしい。今のあなたがあなたらしく立っていられるのは、あなたらしくあなたがあるのは、それのおかげなんだ。終わります。